恵比寿様を祀る美保神社をスタートして大黒様の出雲大社をゴールとします。恵比寿大黒百景マラソンです。恵比寿大黒百キロマラソン、まもなく5時半に個人の部のスタートになります。すでに恒例となりました第22回目の恵比寿大黒マラソン、今年は全国35の都道府県から1641人のランナーが集まりました。まもなく5時半から、3段階でウェーブスタートを行います。個人の部が5時半、2人から4人組の部が6時、5人組の部が6時半という格好で 30分ごとのウェーブスタートになります。まず5時半に個人の部、558人がスタートいたします。皆さん準備の方よろしくお願いします。この後5時20分から登場しましたので、皆さんで一緒に写真撮影をしてください。今や参院5月の恒例のイベントとなりました。はい、恵比寿大黒百キロマラソン、今5時16分です。5時20分から開会式を行います。選手の皆さんは、鳥居の下の方にできるだけ進んでいただいて、鳥居の下の方に集まってください。もう対応できるでしょ。はい、落とし物、はい、どうぞ。ありがとうございます。あ、いいですね。落とし物は。皆さん、鳥居の下の方にどんどん進んでください。550人が、スタートします。この後2、3分後に開会式を行いますので、できるだけ鳥居の下の方にお集まりください。まもなく開会式を行います。個人の部の選手の方は、鳥居の下の方にお集まりください。5時20分から。いいです、大丈夫です。まもなく開会式を行います。個人の部に出られる選手の方、至急鳥居の下の方にお集まりください。5時20分になりました。それではですね、第22回目となります恵比寿大黒百キロマラソン、まずみんなで写真撮影を行いますので、選手の皆さん、スタートしてのお願いください。写真班の方出ていただいて写真撮ります。全員写真撮りますので、選手の方はこの横断幕の下の方に行ってください。前の方はちょっと座って、
い写真撮影を行います。あ、そうなんですか。はい、チーズ。やらちゃった。小山さん、友達、あれ、めちゃくちゃ撮ってるじゃん。それを行いながら、開会式を行います。それでは、本大会の実行委員長であります、島根県トライアスロン協会会長の小沢秀和が開会のご挨拶いたします。皆さん、おはようございます。ゆうべはしっかり、ね、寝ることができましたか。お父さんです。今日は先ほどから紹介ありました自己委員会の委員長をやっております小沢と申しますが、そこの今日は1641人ですが、北海道から沖縄まで、文字通り日本全国からお集まりいただきました。おかげさんで第22回を今大会数えます。この大会の特徴的なところを申しますと、皆さんがこの西東の日本神社から一路西の出雲大社に向かって走られるわけでありますが、その途中起伏に富んだこのコース、日本海、そして中海、宍道湖と3つの海に囲まれた非常にロケーションの大変素晴らしい新緑のこの半島市でございます。またこの地は恵比寿さん、大黒さんという出雲神話、国引き、国づくり、国譲りという三大城市、古代出雲文化の洋蘭の地であります。この地を、新緑のコースをただひたすらに走っていかれるわけですが、何と言いましても我々が一番自慢したいのは、沿線に住む住民の皆さんと、皆さんがお触れになられますと非常に人情味の厚い皆さんが決して、このコースを選んで損したということはございません。沿線の皆さんとその感動的な出会いをしていただきたいと思います。午後からちょっと暑くなるというコンディションだそうでございますが、今年も素晴らしい感動のドラマを展開していただきたいと思います。それでは怪我のないように頑張ってください。よろしくお願いします。はい、会長の挨拶したいと思います。本日の気象状況をお知らせします。今日は曇りのち晴れ、午後から晴れてまいります。降水確率 0%、 最高気温が26度ということで、午後には暑くなってくると思いますので、しっかり水分くまみにとって走ってください。風は北東の風で若干多い風になります。それから選手の皆さん、注意事項ですが、リストバンドはちゃんとついてありますか。リストバンド今年から計測システムが出ましたので、このリストバンドがないと選手の記録が出ません。中間点の鹿島とゴールで2箇所かざして計測しますので、必ずスタート前にリストバンドが手首についているか、確認をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではここでですね、美保神社の神職による 安全乾燥祈願のお祓いをしてもらいます。美保神社の神職の方、よろしくお願いいたします。Thank you.
ました、三保神社の神職による安全祈願のお笑いでした、どうかしっかりですね、あの安全管理には気をつけて、走っていただきたいというふうに思います。それではあの選手を代表して、気合い入れコールを行いたいと思います、今回は全県347番348番、三重県からお越しの加藤さんご夫妻でございます、このご夫妻はあの2年前にですね初めて共に100キロを完走して、一緒に感激と涙と抱擁し、その後秋にゴールインをされた、まさにこの恵比寿大国の大会らしい、タイムセリの神様です、今日はあのまた2人でですねあのお礼参りということで参加されてますので、ご二人の発声で、気合いでコールをお願いしたいと思います。じゃあお願いします。皆さんおはようございます。三重県四日市から参りました、走る調理師レオと申します。選手宣誓をさせていただきます。宣誓、我々ランナーは愛を胸に抱いて100キロ先まで走り続けることを、宣言いたします。出雲でのご縁に感謝をして笑顔を忘れないようにゴールしたいと思います。平成27年5月31日三重県四日市市走る調理師レオ妻ひろこ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。選手宣誓ということで、あの皆さんの気合入れも入ったかと思います。それではですね、まもなくあの6時ちょうどにスタートしますので、準備の方お願いします。すいません間違えました。5時半です。あと1分30秒ほどでスタートいたしますので、準備の方よろしくお願いします。この間お酒はちょっと見せてこの間の営業対策はい、スタート30秒前になります。おじさん準備ちょうどにスタートいたします。スタートゆっくり前行きます。島根っ子はしませんよ。10秒前です。5秒前4、3、2、1、スタート。
島根湖入ってくる。